言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。 ZIP で BE:FIRST がコメント出演を本日していたというのがありまして、で本日はあの挨拶っていう形で短かったわけですが、あのなんと来週5月3日 ZIP でスマイルアゲインをテレビライブ生パフォーマンスすることが決定したということです。はい、おめでとうございます。でこちらが5月3日なのでゴールデンウィーク中という形で良いゴールデンウィークにできればっていう形と、で ZIP の中でダンスとかのその特徴といいますか、あの伝えるっていうところの話で、君は綺麗だのところで、あの君は綺麗だのとこで、あの写真をカシャって撮るところがあるからってので、ソータくんがあの綺麗だと思う人にそれをやってくださいっていう風に言ってましたが、あのそれはあの、ね、ソータくんとかたちだったらいいですけど、私とかがやるとね、あの結構問題になるんでね、なかなかできやしねえなと、うん、まあ身内とかにしかできねえなという形で、身内にやっても怒られるわ、うん、そんな形でございますけどね。はい、皆さんもぜひやってくださいね。ということで、まあ、それもありますが、今日は26日ですけども、まあ、スマイルアゲインのあの CD 発売で私の家の手元にも届きましたし、グレートミステイクスも聞きました。あのグレートミステイクスのお話ししてくださいという話ももらいましたが、もちろんするつもりです。ただ結構あの曲自体非常に面白くて、あのいろいろともうちょっと情報をまとめたいのでちょっとお待ちください。でそれとですね、あの本日の話ですが、まあ、ヒルナンデスこれがねやりますけども、これりょうきくんとれおくんがゲスト出演っていう形になっているので、これは本当にまず見逃せないなっていうところですね。まあ、多分この2人だったら絶対面白くなるじゃんと思ったけどね、うん、なんかやっぱり MC も基本的にねこの2人が回す感じであるし、なんやかんやでバラエティ班としてはちょうどいいんだろうなって思うんですよね。まあ、りょうきくんのバラエティ能力はめちゃくちゃすごいし、レオくんはデビューしたばっかぐらいの頃にあのマツコデラックスさんからね、すごいあのレオくんのそのポテンシャルっていうのを認められた部分がありましたからね、うん、あれも愛情がこもっててよかったなと思うんですけど、はい、っていうことなので、まあそれがありますよ。それから今日は YouTube ライブの配信がありますね。19時からになりますけど、まあ、これも楽しみですよ。まあスマイルアゲインのね発売日だからしてそういう話をすると思いますけど、はい、っていうこと。それからまあ日付は変わりますが、これも大事ですよね。 BE:FIRST TV シーズン2ということで、そのバラエティをがっつりやるっていう形よりは音楽を通じてたというか、 BE:FIRST らしさを出せる番組であればやっていければと思いますし、まあ、なかなか忙しいのでね、みんなね BE:FIRST TV をがっつり見るっていう形だとか、まあみんな見てると思いますが、私も見てますしね、まあとにかくいろいろとありますけども、まあこちらもね、前回のあれか、酪農のあの今の状況っていうのがなかなか大変だからっていうので、まあ酪農をお手伝いしに行ったという形のがあったわけじゃないですか。であれとかも非常に素晴らしいなと思ってて、あのこれはいろんな考え方あると思うんで、あちょっとだけ話ずれますね。いつも通り話ずれやすいんですけども、今回自覚してますから、自覚してるんですぐ終わりますから、あの結構新しいそのまあ昆虫食みたいな感じのところでそれに支援するっていう動きが世間的にあるじゃないですか、ね、コオロギとか、まあ、それはそれで将来的には大事なことだと思うんですけど、ただ現状であの酪農とか農業とか林業とかそういう日本のもともとやってきたそういう産業であのすごく苦労している人たちがいっぱいいるので、そちらにもちゃんと支援をしつつで、そういう昆虫食だったりとか新しいことにもやっていてほしいなっていうのがあるので、その中で BE:FIRST っていう存在のその力で酪農とか盛り上げていけるっていうのはむちゃくちゃ社会貢献的にもすごいことだなって思うし、で特にこれが一番いいのがそのベスティの方のファン層の中に主婦層の方も多いので、だからその牛乳とかねやっぱり買うっていうか、お子様に飲ませたりご自身も飲んだりとか、まあ、牛乳ね栄養価も高いし、ね、苦手な方もいるけど調理の仕方とかで美味しくできますしねっていう形もあるし、それすごく素晴らしいなと思いましたよ。あの BE:FIRST TV っていうもののそのただのバラエティとしてだけの存在ではなく、いろんな可能性があると思ったんで、
これだから BE:FIRST TV はね、やっぱり MV とか出た段階で結構ね、こうそれはちょっと見るけど話題にはって形にしがちになっちゃうけど、すげえ大事だなと思いましたから、ぜひそこはほんといろいろやってってほしいなと思いますよ。まあでもジャイアンツとのコラボっていうのももう決まってはいるから、盛り上がるは盛り上がるだろうっていうのはあるっすけどね。まあそういう形で楽しみっすね。で今日26日は、まあ、ラジオとかのね出演もたくさんありますけれども、この中でまあやはりこうなんでしょうね、私的に、まあ、皆さんの中でもいるかもだけど注目してるのは NHKFM のミュージックラインですね。難波志保さんがいつもいつも素晴らしいコメント力と素晴らしい MC で、あと声がとてもいいっていうね、あのミュージックラインですけど、颯太くんと龍平くんがゲスト出演という形、これもなかなかいいと思います。はい、まあいろんな話も聞けるんじゃないかなって思うしね。まあ NHK の方もね、テレビもそうだしラジオの方もそうだしね、 NHKFM というかミュージックラインに関してはね、エディボーイくんとかも出していただいたりとかするわけでございましてね、あの非常にありがたいなって思っておりますよ。はい、というわけでね、まあ、他にもいろいろとねありますけれども、BE:FIRST の方のね公式の方でもあのラジオのそのスケジュールとかを上げてくれていますので、そちらもチェックしつつで、あのもろもろチェックしてまいりましょう。はい、というわけで、まあ、まず大事なことは今日はヒルナンデスに涼介くんとレオくんが出るっていうことで、19時から YouTube ライブね、BE:FIRST のねっていうこと、それからまあ私的には NHKFM のミュージックライン、これが楽しみっていうことで、 BE:FIRST TV シーズン2の放送が、まあ、日付かかりますが12時59分から、まあ、Hulu や TVer で見る形もあるかもしれない。 TVer 見れますよね、確かね。確か関東地方はあいにくの雨なんですけどね、まあ、ちょっと出かける場所はあるので出かけてきますが、まあそうですね、ヒルナンデスちょっとリアタイできないんでね、皆さんぜひ見た感想とか語っていただけると嬉しいです。はい、コメント欄の方でねっていう形です。はい、まあそんな感じで、あと大事なことが5月3日 ZIP でスタジオ生ライブっていうことですね。まあ ZIP とかね、あと DayDay もそうですけど、実際ちょっとスッキリが終わってしまうことで BE:FIRST とかマーゼルのライブをする場所、朝にライブをする場所っていうのが今後どうなるのかなっていうふうに思ってはいましたが、まあ ZIP と DayDay がそのスッキリの何でしょうね、後を継いでくれるような感じがするというか、まあそこはちょっと安心しましたね。結構心配してた方もいらっしゃると思う、スッキリ終わっちゃってどうなるのかなっていう。うん、大丈夫そうですね。山里亮太さんもそのデイデイでのライブに関してあのコメントもしてくださってたんで、まあ、その件も含めて今後ともよろしくお願いしますっていう感じですね。まあ、山里さんもね、スッキリの時にも、まあ、天の声だったりね、あれは天の声か、だから声がよく似ている感じのね、その人がいるのがいたからっていうところもありつつで、あとはテレ東のね音楽番組で南海キャンディーズが MC やってるところ、BE:FIRST を何回か出たことありますからね。あ、今何回と何回かってあのダジャレ言ったわけじゃないですからね。うん、ちょっと黙ります、すいません。はいはい、では私はいろんな動画を撮っておりますので、タイトルサムネイルで興味あるものがございましたらぜひご覧ください。そしてすぐ情報が手に入りますようにチャンネル登録をおすすめします。では失礼します。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。